もう9月も下旬でございますね。早いことこの上なき。皆様、いかがお過ごしですか？プレイ上政ワープと名付けよう。じゃあこのまま進んでいきましょう。で、どこに出てくるかだな。ゴール地点定めとかなきゃいけない。どこから湧くんやい。はい、どうも皆さん、マグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。はい、今日もですね、やっていきたいと思っております。ちょっと待ってくれ。お、なぜここに、なぜここに、ランボールギーニ、なぜここに、これはどういう風の吹き回しですか？なぜ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 、どういう経緯で、まあ登ってこれるのはわかるけど、え、どっからどういう、こっちいなさい、もうランボちゃん。なんか誰かに乗ってもらったりしたかな。こちらのチャンネルは年末年始の使うほぼ毎日マインクラフト動画をお届けするチャンネルでございます。私が中の人マグニーがお見知りよろしくお願いいたします。すやおやす。前回がね、まあ拠点のそのお手入れじゃないですけど、そんな感じの回だったんですよ。新しい村人がね来たんですよ。皆さん、今までうちの拠点にはいなかった農民さんが実は仲間入りしております。あ、そっか、まだ上で、おお、降りてこい、降りてこい。ちゃんとね、おお、いた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 、違う、あ、これ釣り人だな。あれ、農民、あ、いた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 、馴染んでる、馴染んでるね。ずーっとアダムとイブとしていた君、ここに来ました。はい、ってことでね、今日は昨日の動画も少し触れましたが、あちらをやりつつちょっと一つね試したいこともあるので、今日も進めていこうと思います。それでは本日もやってまいります。ショータイム、イエーイ。どけどけ、もう準備してるんだ、ほら手持ちにはもう整っているんだ。そして、あ、整いたい、あ、そうだ、ちょっと待って、あるかな。あ、あったあったあった、カーペットもあった、カーペットもいるんだ。昨日ね、お伝えしましたけどね、アイアンゴーレム巻き倒し問題、一応ですね、がアイアンゴーレムトラップとして動いてるのは動いてるんですよ。主にこちら、もともとあった方、まあ潰れたんだけど、一番初めに復活させた方はしっかりと動いていていいんですけど、ほら、もういるでしょ、めっちゃいるんですよ。あら、ここにもいるのよ。まずいんだって。まあまあ、村判定から外れてるから、多分枠、脇はするんだけど、数世界のようなことになってしまう可能性がこれ出てくるでしょうということで、あっちと同じようにですね、カーペット敷いていこうかなと。あー、乗れなかった。だってこの葉っぱの上は湧かないとは思うんですよね。だからここはあらかじめ除外して、こことかね、ここも新しく追加された場所でしょ、ポンちゃんが作ってくれたとこね。ここも閉じて、で、さっきのあそこも全部か、あそこもね、カーペット全部敷いて、で、ここにいるアイアンコーレもとりあえず処理して、そこから考えようかなって思ってます。うん、で、ここに置いても多分燃えると思うんだよな、これ。ここはだって今まで何の影響も及ぼさなかったから別にいいよね。いやいや、マグマで燃えちゃうもん絶対。マグマで燃えちゃうもん絶対。おい、とりあえずカーペット全部敷いちゃいますよ。多分ここでいいと思う。あっちはいいよな。うん、ゾンビの方はやってないからな。はあ、これでちょっと様子見てみようかなと思います。すまない、すまないが、すまないが、お前たちにはここを刺さってもらう。ヘッドショット、ヘッドショット。このね、森の中にね、迷い込んでたりするんですよね。いいんですよ、2、3体いてもそれ全然問題ないからいいんだけど、ワールドが重たくなるのだけは避けたい。カズ世界の二の前にはさせないよ。おお、ちゃんと弓引いたら4発、え、5発だった、どっちでもいいけど。はい、ってことでね、まあここでこの状態で外に湧いてくるかどうかはを確かめつつ、そしてもう一つ、先週ですね、先週カズ世界でやったワープワープやったでしょ、上政ワープと名付けよう。なぜかっていうのは、ぜひその回をも見ていただきたいんですけど、それをですね、いつも私はこう初期リスがここなんですね、あの辺がね初期リスポイントなんで、なんかでやられた時とかってあそこで絶対復活するんですよ、ベッド大体潰してるんで。だからここにボタンを置いて、でこのボタンを押すと帰れるよっていうものを作りたいなと思ってます。だから非常に、まあ、仕組みとしては簡単だわな。ここに置くとしたら、こういう風に穴
開けて、まあこれぐらいか、この高さぐらいで掘っていけばいいんじゃないかと思うんだけど、大丈夫かなこれ。砂とかがあるとね、あーやっぱりもうちょっと掘らないとダメか。うん、ここ進んでいこうか。よし、じゃあ足りるかどうか問題だな。あ、こっち今ちょっと火見えてましたね。やっぱこっちのアイアンゴーレムトラップは動いてるわ。こっちを問題は頼むで。1,2,3,4,5,6 だね。1,8,9,10,11,12,13。はい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 。14,15。ここをリピーター。浮いて、さらに掘り進めていくということですね。レッドストーンちょっと少ないで節約します。はい。本当にどこまで届くか問題が、これあるわけですね。それを確かめても行きたいから、そうだね。うん。そうだね。そうだね。そうだね。オッケー。はい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 。ちょっとボタンに変えさせてもらうわ。じゃあ、このまま進んでいきましょう。で、どこに出てくるかだな。ゴール地点定めとかないといけない。で、ここの高さが57になってるね。オッケー。理想としてはですね、この倉庫内に帰ってきたい。ね、皆さん。ここなんです。ここに帰ってきたいの。理想としては。だから、ここに、作ってしまいましょう。ね、帰ってきたい場所にこう1,2,3,4,5,6,7,8 掘って置いて、うん、こうして水を流す。ここに帰ってきたいけど、難しいか。ここだな。これだな。これで大丈夫だな。あとは、こうして、昆布で、ワイン。で、これを、はいはいはい、こうやっとけばいいわけだ。あとは、ここに怒りね、持ってくるんだね。エンダーチェストを、あ、開けれるのか。これは？あ、置けるね。うん、こうしとこうか。うん、一旦ね、まあ、だからここに帰ってこれるようにしとこうよ。うん、大丈夫だ。これを動かせばいいだけだからね。ここに帰ってこれるようになるはずだ。あとはまあどこまでの距離を見込んでくれるかの部分になってくると思います。こうして、高さが57だから結構下まで掘らないといけないね。ここなこっちちょっと掘っていくか。先結構距離あるな。これ届かんだろうな。ボタンをどこに設置できるかになってくるね、これ問題としては。はい、ちょっと一旦これはこのままにしておいて。湧いとんだ、くそ。どこから湧くんやい。個体差、ゴーレムの硬さ、個体差、どこで湧くんだろうね。もうこの辺りもカーペット敷くしかないのか。葉っぱの上でも湧く説十分に考えられるから、ちょっとこの辺までカーペットで敷いちゃいますわ。すべてはゴーレムトラップのため。動いてんだよ。別にここまでやる必要ないんだけど、必要ないんだけどやるってこと結構私多いでしょ。うん、下すぎるな。ここまでやる必要なさそうだな。ここで湧いてたらあの地面で湧くやん、地面で湧くやんっていう高さやから、高さなんて必要ないと思うんですけど、はい、はいはいはい、この辺までにしようか。よしよし、これで次のゴーレムは、どうなるかだな。よし、うん、マイナス100まで来たね。ここだな。はい、ここを曲がりにしてこう回路を組んでいけばいいと思うんですね。あと心配なのはレッドストーンが足りるかどうか非常に心配。今のがここに、この下にラインができてる。次こっちだね。34まで来ればいいのか。で、その次に144まで来ればいいのか。OK。34、144ね。とにかくこの下の、道の下をね、回路の道にしていこうと思いますので。34、144ね。忘れそう。ゴール見ないよね。いるよねー。ゴーレムいるよねー。うん、はい、34来た。で、こっちが
マイナス144ね。うん、はい、ここまで来ました。次はじゃあこっちだな。ここからは多分届くと思うので、あともつなげちゃえばいいだけだと思うんですね。さっきの作ったところに、あれ、どこだっけあれ。くそ出てくのめんどくせーこれ。でここね、よいしょ、ここがこうなってるから37というか、こう37までいけばいいのか。このね、ワープ技のね、ちょっとこう弱点じゃないですけど、自分が投げたエンダーパールでないといけないっていうところがあるから、まあまあまあ全員が全員ね同じように使えるかと言われると、まあ、そうではない部分があるんですが、まあでも使えれば最高だと思いませんか。これで繋がるはず。あ、繋がった。うわ、ちょうど良すぎん、ちょうど良すぎん、これ神がかってね、自分で言うのもなんですが、はい、じゃあここからもまたさらに繋げてまいりますぞ。はい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 、繋がりましたと。もうほぼほぼ皆さん準備整いましたぞと、来ましたぞと。これ、まあ、こっからはいろいろと試していかないといけないターンに入るんですけど、いや遠いぞこれ遠いな、絶対届かんだろうな、届かんという予想はできるけど、まあ、どこまで届かせることができるか。まあ、ただ一個ね、なんか希望が残されているとしたら、スポーンチャンクだからこそ読み込まれているよっていう可能性があるので、レッドストーンの効果もね届く可能性があると、まあ、そういう期待値が。あら、どっからのやつだろ、マジかい、な、何のやつだろ。家も燃えてる、家も燃えてる。これはちょっとまずい。よっしゃ、写真撮ってる場合じゃないぞ。もうこれは抑えられないな、これダメだな。落ち着くまで待ちますか。これどっからだろうか。これ?このマグマ?あ、なるほど、ちょっと原因が分かっちゃった。今まで燃えなかったのになんでかと思ってたけど、なるほどね、ランウェイかランウェイが原因か。ランウェイの木材がこれ燃えたんだな。そこが原、そこが火種となってか。まあでも今回は火事になりましたけど、家の方までは行ってないのではいはいはい、まあでもこれ永遠に燃え移りそうなんで、さすがにこちら側は鎮火させていただきたいと思います。さすがに、そうか考えてなかったな。これと多分これの接点があったのか、おそらくそうだと思うんだけど、もしかしたらでもそうじゃないかもしれない。他に何か原因があったかもしれない。でも考えられるとしたらここのマグマだから、このマグマの横にこのランウェイの木に、乗り移ったんじゃないかと、思います。てかそうだよな多分な。また片付けます。なんで開いてんねんお前。あら、あー、マグマには気をつけよ。Oh no.